今回はヘルマン・ヘッセの詩「幸福」をお届けします。幸福を追いかけている間は、お前は幸福であり得るだけに成熟していない。たとえ最愛のものが全てお前のものになったとしても、失ったものを惜しんで嘆き、いろいろの目当てを持ちアクセプトしている間は、お前はまだ平和が何であるかを知らない。すべての願いを諦め、目当ても欲望ももはや知らず、幸福、幸福と言い立てなくなった時、その時初めて出来事の流れがもはやお前の心に迫らなくなり、お前の魂は落ち着く。今回はヘルマン・ヘッセの詩「幸福」をお届けしました。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録、コメント、いいねをいただきますと今後の励みになります。